宇野自動車株式会社は、岡山県東部をエリアとする、一般路線バス専業の会社である。宇野バス限定発行の部屋赤、岡山市東区、赤岩市を中心に、県東部の備前市、瀬戸内市、三正市、三崎町に路線網を展開する。創業以来路線バス事業のみを展開するバス、事業者で一時期運行していた定期観光バスを除けば、 高速バスや貸切バス等の運行を行ったことがない。社名は創業家である宇野家にちなんでおり、県南部の地域名である玉野州うの地区とは無関係で、宇野家による同族経営が行われている。社門は、宇野を図案化したものが使われている。日本最低運賃を目指し、大記録完成運賃を採用している30両以上、保有のバス事業者の中で、 鹿児島市交通局に次いで2番目に安い基準賃率23円20銭を1994年以来採用しながら、改装を極力減らすなどの企業努力により、運行にかかる補助金を受け入れず無借金経営を持続している。岡山市中心部では、同業他社と競合する区間もあるが、他社と一線を隠す営業施策を取っているのも特徴の一つであり、 他社との競合区間で1998年に規制緩和を求め、公共交通では異例の運賃値下げ申請を行っている。また、岡山市の中心部である表町には多くのバス路線が乗り入れる天馬やバスステーションがあるが、当社は天馬やバスステーションには乗り入れず、本社と同居する形で独自に設けた表町、バスセンターに発着する。非接触型 IC、 カードシステムヘアー化が使用できるが、両備えバス、岡山電気軌道、家電バスと異なりすると関西協議会に非加盟のため、全国総合利用サービス対応の IC カードは利用不可能。三菱不走並びに日の車を使用している。前後の屋根状に取り付けられた5つの大色マーカーランプが外見上の特色であり、車体後部にも乗務員名を社外名詞として、 マグネットで取り付けている。また、ツーステップ車では、窓の配置や3の位置を座席に合わせてカスタマイズし、内装はハイバックシートで片側2人掛け座席を採用していた。2000年代に他社がノンステップバスやワンステップバスを増備するようになっても、長らく扁平タイヤ装備等によるツーステップバスの低床化で対応してきたが、障害者団体から、 低床バスの導入を要望されたこと等もあり、2012年、新車として交通バリアフリー法に準拠した、ワンステップバスが一台、2013年には、宇野バス初となる、日野車が二台目のワンステップバスとして導入され、翌2014年にも同系車が一台増備、2015年には3月、5月、9月、11月の4度に、わたって、合計24台が増備され導入が本格化した。 2016年以降は再び三菱不走車が導入され、2016年に休 k g m p 3 5 f m が1台、2017年に休 k g m p 3 5 f m が1台とに k g m p 3 5 f m が2台、2018年には 2KGMP35FM が2度にわたって合計14台増備され、全車両のワンステップバス化を達成した。 過去に台風の影響で他社のトラックの横転があったことを教訓に現バス停、8日、市バス停の屋根の上に風速計を設置し台風シーズンの運行可否の判断材料としている。2015年現在は廃止され運行していない。2005年3月よりバス接近表示器を以下のバス停に導入した。接近の際、間もなく行きのバスが参りますと。 自動音声により放送される。2016年3月から独自開発のバスロケーションシステム、バスマダを運用している。すべてのバス車両に GPS 機能付きタブレット端末を装備し、バスの位置情報とタブレットで撮影された前方画像をリアルタイムで把握して、主要バス停及び公式サイトで公開している。公式サイトで公開されているものは、 以下の4バージョンがある。2016年7月から以下のバス停でバスまだ確認用の大型モニターを設置している。なお、宇野自動車ではバスの位置情報をオープンデータとして公開している。また、岡山県内では2017年2月20日から下津井電鉄でも導入している。ありがとうございます。